前二人で行った時はさ、お父さん寝ちゃうんじゃないの。やないでしょ。やだな。で、うちにかっちゃんが加わって、あ、そっか、3人とお父さんがあれして、で、去年はみそさんも出だしたな。女の子に出ると私いいやな、こんな感じだったら。神経質な人だったけど、だから私はミノさんがやっても、カッチもカッチカッチ大丈夫。このうちはお蕎麦も食べます。
で知り合いの誰か3人だった最近モンテさんのお父さんが亡くなって来たでしょ。普通モンテさんって市役所の職員で奥さんの事務所にバイオリン弾きましたので、ご主人は地味音と長いから演技をよく知ってるので、それでそしたらそこは家族葬、私聞いたの日常を聞いた次は6本目のリード。
泊まりになるために。